それでは残りの時間でですね、その次の話なんですが、2枚目の方ですね、大学行って学ぶへのヒントということについてちょっと話をしたいと思います。でこれはですね、そのこういう話をしようと思ったきっかけの一つが、実はその大学においてその教員の我々とですね、それから学生の皆さんとで、その最初特に1年生の時、大学に入学した直後にその学び方に対する認識の違いというのがかなりあるなということを、何年か教えていて感じてきました。この自然系の学類にはではですね、その毎年そのフレッシュマンセミナーとか、それからクラスセミナーといった授業の中で、大体毎年2学期と3学期にその、学生と教員との懇談会というのがあります。でその中でそのこの自然系の学類では、その学生の皆さんによってその授業評価アンケートというのを独自に取ってですね、でこの我々の行う授業の評価をして、でその評価の結果をですね、その懇談会の場で話し合うということが行われています。でその時に、僕は数学類の教員ですから、その数学類のクラス懇談会でいろいろ学生の皆さんから話を聞くわけなんですが、学生の皆さんからのその授業に対する要望を聞きますと、その授業の進度が早すぎるですとか、それからもっと分かりやすくやってほしいとか、それから内容が非常に難しいといったような意見が必ず毎年出てくるんですね。で一方でその教員の私たちの方では、いや大学の授業っていうのはやっぱりちょっと高校までの授業とは内容、質的にも量的にも異なるから、だからやっぱりその辺をきちんと認識して授業を受ける、もしくは勉強するという姿勢が必要なんではないかということをですね、いろいろと説明するわけですね。で、そういったことがここ最近は例年ありますので、ですのでここで皆さんちょうど、多分今日は数学は初めての授業ですよね。大学に入って初めての数学の授業ということですので、その辺の説明をしたいというふうに思います。でまずその大学でですね、そのどのぐらい勉強しなければならないのかという話をですね、そのまず大学の制度から見ていこうかなというふうに思います。で大学設置基準というのがありまして、でこれはどういうものかというと、その文部科学省が定めた省令と呼ばれる、法律のようなものなんですね。で大学をその日本でその開設するためには、こういう条件を満たさなければなりませんというような、この条件をいろいろ書いてあるものです。でいろいろ読んでいくと、実は結構ちょっと面白い部分もありまして、例えば大学にはこういう部屋を備えておかなければならないというような文章もあって、その中には例えば学長室ですとか、それから事務室ですとか、それから講義室とか、それからあと学生控室とかですね、そういった部屋も備えていかなければならないというようなことも書かれてありますし、あとはその学生数に応じてそのキャンパスの面積をどのぐらいにしなければならないとか、そういったこともいろいろ書かれてあります。で、その大学設置基準の中に、実はその大学で出すんですね、その単位の内容がですね、ある程度規定が書かれておりまして、でこの条文を引用したんですけれども、大学の1単位というのは標準でその45時間その勉強した内容をもって1単位を出しなさいというふうになっています。ただこれはですね、あくまでも標準ですので、これが実際にいろいろな大学や学科によって変わってくるわけなんですけれども、じゃあこの45時間1単位45時間っていうのが、標準的にはどのように割り振られるかと言いますと、大体通常ですと授業が15時間に対して、授業ってこの教室にいる場所時間ですね、この教室にいる時間が15時間に対して、予習と復習がそれぞれ15時間ずつと。で、3つ合わせて45時間で1単位と。そういう、分け方もあります。考え方によっては他の分け方もあるんですけれども、こういう分け方も一つ、あります。で、大体その授業15時間っていうと、普通の大学ですと大体、週1コマ、1時間半ですので、筑波はちょっと短いですけれども、週1コマ1時間半が、10回分というふうにこう思えるわけですね。そうすると、例えば毎週その、1コマ1時間半の講義が、行われているとしますと、そうすると1単位取るには、大体、1時間半の授業に対して、予習と復習を1時間半ずつすることで1単位取れるということになるわけです。で、これは仮にその週2コマになりますと、それぞれこの辺りが倍になりますので、授業が週3時間あるのに対して、予習と復習をそれぞれ3時間ずつこうやって、これを10週繰り返して、1単位取れるというような計算になります。で、それで皆さんですね、そのカリキュラムの説明を受けたときに、その年間履修単位数の上限というのを聞いたと思います。一応、この筑波大学でも、年間履修単位数の上限が45単位と決まっているわけなんですけれども、じゃあ、仮にですね、今の計算で、この45単位を年間で取ろうと思ったら、毎日何時間ぐらい勉強するのか、あるいはすることになっているのかということをちょっと計算してみました。ちょっと見てみましょう。そうすると、年間45単位っていうことなんですけれども、先ほどの話からですね、その大学設置基準によると、1単位取るには、大体45時間勉強するのが標準ですということになっていますので、それを単純に当てはめて計算すると、その年間の通算学習時間は、2025時間勉強して、1単位取るということに、一応ルールとしてはなってます。実際にそうかどうかというのはまた別の話ですね。で、これをじゃあ1週間どのぐらいになるかっていうんですね。で、春学期と秋学期合わせて大体30週間ありますので、そうすると毎週の学習時間っていうのは、学習時間というのはこの授業とそれ以外のですね、その自習時間も合わせてなんですが、この2025を30で割ると大体 67.5 時間になるというわけです。で、さらに、1週間のうち、その月曜日から金曜日の平日、勉強するとしますと、この 67.5 を5で割って、1日 13.5 時間と。ですので、年間45単位取ろうという人は、大体授業とそれ以外の実習時間を合わせて、1日 13.5 時間勉強することになっていますということなんですが、なかなかこれは超人的な勉強時間ですよね。ですので、皆さんがですね、これを聞いて、いろいろな印象を持つかもしれませんけれども、とりあえずその大学で単位を取るというのは、このぐらい勉強、標準的ですが、このぐらいの勉強時間を費やすということが想定されているということをちょっと頭の片隅に置いてみてください。実際にそれをですね、実践するかどうかっていうのは皆さん次第だと思います。もう大学に入りますと、これからの進むべき進路っていうのは多分皆さん自身で決めることになるはずですので、一応制度としては、大学の制度としてはこうなってますと、少なくとも日本ではこうなってますってことをちょっと知っておいてほしいと思います。さて、でもう一つはじゃあ実際に授業を受ける場合にですね、もしくは自分で勉強する場合にどういう形で勉強していくのかと。で、ちょっとこれから、僕の話すのはその一例なんですけれども、皆さんが高校まで勉強してきたその勉強の仕方や授業の受け方と、似ている人も部分もあれば違っている部分、異なる部分もあると思いますが、そういったところをちょっと比べながら聞いていただきたいと思います。で、先ほどですね、学生と教員との懇談会の話の中で、授業で講義でですね、説明される事柄が非常に難しいと、もっと分かりやすく説明してほしいという要望が毎年出るという話をしましたけれども、まず言えることはですね、言えると思うのは、大学でこれから教わる、もしくは授業を受ける内容というのは、その講義を聞いただけで理解しようとするのはかなり困難、多くの人にとってかなり困難であるというつもりで授業に臨んだ方が、まずは最初はいいのではないかというふうに思います。で、そうするとですね、皆さん高校までの勉強の中で授業を受ける前に自分で教科書を読んでですね、例えば数学の教科書を読んでその内容を理解しようとやってみたっていう人はどのぐらいいるか分かりませんけれども、大体大学の授業の内容というのは、やはり自分で教科書を読んで自分で理解するぐらいのつもりで授業に臨まないと、なかなかパッとすっきりと理解するのは最初は難しいと思います。ですので、そうしますと必然的にある程度予習などが必要になるということでですね、じゃあ予習というのは一体どういうことをすればいいんだっていう話になりますので、ちょっと数学の場合の予習の手順の一例をちょっと見てみましょう。で、大体予習というと、結局最初は、次にですね、授業で、習うであろう内容をまず自分で読むことから始まると思いますので、まずは教科書の次の授業の範囲を、読んでみるというのが、一般的ではないかと思います。で、この数学に特徴的な説明の仕方というのは、定義や定理というのが書かれているんですね。で、実はこの定義や定理というのを理解するというのが、一応数学の勉強の上ではポイントになると思いますけれども、もしですね、定義や定理に当たった時には、内容をよく読んだ上で、教科書を閉じてですね、その定理の言っていることを自分の言葉で説明できるかどうか、ちょっと考えてみましょう。で、自分の言葉で説明するっていうのが、これが大事なところで、やっぱりちゃんと内容を分かっていないと、教科書を閉じて自分で説明するっていうのはなかなか難しいと思います。で、その例としまして、教科書のちょっとこの横長の資料をご覧ください。4ページのところにですね、4ページの1行目にですね、そこで一般に n 個のベクトルA1 から AN が線形独立または一次独立であるとは、ほにゃ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 なら常にほにゃ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 を乱すことと定義するという文章があります。で、この文章を意味を理解するっていうのが、まず数学を学ぶということの一つのステップなわけですけれども、そのためにはどんな知識が必要かというと、まず線形独立っていう言葉が出ていますけれども、その線形独立の前にですね、線形結合という言葉を理解しておかなければなりません。そうすると線形結合というのはどういうもの、ベクトルの線形結合というのはどういうものかというのを理解しておかなければならないわけですね。で、それでちょっと教科書を遡ると、そのベクトルの線形結合という言葉が、どの辺に現れるでしょうね、2ページですかね、2ページの下の半分のところに、このようにベクトルのスカラー倍の和として表したものをそのベクトルの線形結合または一次結合と呼ぶというふうに書かれていますので、そうするとまずこの線形結合ということを概念を理解しないとこの線形独立という概念の理解には至らないことが分かります。でさらにじゃあこの線形結合に遡ると今度はそこにはそのベクトルのスカラー倍という言葉が出てきますよね。そうするとこのベクトルのスカラー倍というのは一体何かということをこう自分で説明できないとこの線形結合というのは理解できないと。ということでそのベクトルのスカラー倍というのを、またこう教科書を遡ってこう調べるわけです。でそうするとちょうど1ページ最初のページのこの下の方ですね、やや下の方にそのスカラー倍と和を次のように定義すると書かれてあって、でスカラー倍というのはこういうものだというふうに書かれてあります。でこのように少なくともこの線形代数の教科書においてはそこで使われる言葉というの意味ですね、概念の定義というのは全てこの教科書の中に入っています。だから一種、この中で世界が完結していると言ってもいいかもしれません。ですので何かこの教科書を読んでいてわからないことがあればだんだんと教科書の前の方に遡っていけば少なくとも自分がわからないと思った言葉の、説明は書いてあります。ですので大事なことはその説明を読んでそれが何を意味するかということを自分で理解すること。で、自分で理解したなと確信が得られるかどうかっていうのは、一つにはその概念をですね、例えば友達にこう言葉で説明するとか、あるいは自分で数式で書いてみるとか、そういったことができるように、だんだんなってくるとある時かもしれないしだんだんかもしれないけれども自分で分かったなという感覚がつかめるようになってくると思います。でこの辺はちょっと、数学の特色的なその理解の仕方かもしれませんので、皆さんが、これから学ぶ科学などとはちょっと違った面もあるかもしれませんが、数学はこのようにして学ぶのが一般的であるということを、ちょっと頭に入れておいてください。そうですね、で予習の際には講義に臨む前に自分で理解できたところと理解できなかったところをはっきりさせるというのが、ことができると、講義にお聞きに来る際には非常にスムースに聞けると思います。これがちゃんとはっきりできれば講義を聞く際にも内職して喜ぶ先生はあまりいないかもしれませんが、僕は別にそんなにこだわらないんですけども、内職をここの部分は内職してでもなんとかなるかなっていうところとかですね、それからここは分からないからちゃんと先生の説明を聞こうとか、そういうふうにペース配分がうまくできるようになってきて、で自分がより理解したいところにより多くのエネルギーを投入できるようになって学習効率は上がるのではないかと期待しています。さて、次にですね、講義の際なんですが、まずこの講義で、この授業で約束していただきたいのは、他人に迷惑をかけないということです。で、これはですね、多分授業態度に対する先生の姿勢というのは授業によっても先生によってもかなり違ってくると思いますので、その授業でその先生がどういうふうに臨んでいるかというのを感じ取るというのは、ある意味大事かもしれませんね。で僕の場合は仮に皆さんが授業で内職をしているとか、それからちょっと昨日はバイトが大変だったんでだんだん頭が加工気味とかですね、そういうのはそんなに気にはしません。むしろ内職をしている人を見つけて、これ何ですかってちょっと聞いて、いや実は次の演習でレポートかとか言うと、ああじゃあぜひ頑張ってくださいなんていうことを励ましたりするんですけれどもまあ講義中はあんまりそこまであからさまにはしませんが、演習の授業ではたまにそういうこともあります。ですので人に迷惑をかけない限りにおいては、その皆さんがここでやっていることは特に問いません。ただし例えば周りの人と授業に関係のない話をして、他の人が僕の話に集中できないとかいうような形で他の人がこの授業を受ける上での妨げになるようなことはしないでほしいと思います。そういうことをするのであれば、この教室の外に出てやってもらう分には構わないので、だからこの教室の中では、僕の授業で線形代数を勉強するという人の意思を最大限尊重してください。あとはですね、以前出た質問としてこの授業中の飲食はどうですかって聞かれたこともあります。で、飲食についてはやはり他人に迷惑をかけないというキーワードですね。僕自身もこうやってお茶のボトルなんかも持ってきたりしていますので、必要な場合にはそういうものも全然問題ないと思いますが、例えばお弁当を開けてお弁当の匂いで周りの人が気になるとかですねそういうのはちょっともしかすると他人の迷惑に授業の妨げになるかもしれない、なりうる場合があるかもしれませんので、その辺はちょっと注意していただきたいというふうに思います。それから、あとですね、ちょっとでも疑問が浮かんだら質問をしてください。で、こんな質問をしたら恥ずかしいんじゃないかと。で、分からないのは自分だけで、他のみんなはよく分かってるんじゃないかというふうに思う時っていうのはよくあると思います。しかしながら、そういう質問っていうのは得てして他の誰かも同じように疑問を持っていることが多いです。ですので皆さんがここで勇気を出して質問をすることで、きっと皆さん以外の3人ぐらいは救われるんじゃないかと思います。1回に3人では少ないかもしれませんけれども、例えばこの1時間に3回質問が出れば延べ9人の人が救われるわけですよね。それを授業4回5回ぐらい続ければ、多分この教室にいる皆さん一人一人が少なくとも延べ1回程度は救われるという計算ができると思います。多少楽観的かもしれませんけれども、なかなか高校までの授業ですと分からないことっていうのがかなり恥ずかしいという感情につながってきたのではないかと思いますが、大学はそういうところではありません。分からないことは分からないと、はっきり自分の態度をですね、立場を認めた上で、それを理解できると、分かるというのが大学の取る立場です。取る立場というか大学でみんながやっていることです。で、せっかく、貴重な時間を割いてここにみんなで集まってきている、皆さんここに集まってきているわけですから、そしたら、この授業の時間の間にですね、一つでも二つでも分からないところがやっぱり分かるようになった方がですね、やっぱりこの場にわざわざ足を運んだ甲斐があったということも言えるのではないかと思います。ですのでせっかくここに足を運んだのが無駄にならないように、してください。それからと、授業に対する意見もできればこの場で、もしくはこの授業の直後などに直接僕の方に伝えてください。よく授業アンケート、それからさっき言ってた学生と教員との懇談会の場でこの授業に対する意見というのが出てくるんですけれども、アンケートの結果を読むとこれ授業の合間に言ってもらえればもう少し改善したいのになってことが結構あります。例えば板書の字が、小さいとかですね、それからアルファベットの字が細かい部分がよくわからないとか、そういったことですと、ちょっと一言皆さんから言ってもらえれば、ちょっと板書が小さいですとか、その字が見づらいんでとかって言ってもらえれば、その場ですぐに直せますし、それによって、もしかしてやはり同じような思いをしている人もまたやっぱり3、4人救われる場合がありますので、その授業に対する意見もなるべく教えてください。さて、講義の後はですね、その復習ということになるんですけれども、まず演習の授業もぜひ履修してください。皆さんもうすでに把握されていると思いますが、この線形代数1の演習は金曜日のこの講義の直後です。で、場所もこの場所です。ですので、眠い人はですね、ここでそのまま睡眠学習をしていると、そのまま演習の授業に突入できるというメリットもあります。それは冗談ですけれども、一応ですね、その講義の理解の助けにする上で演習の授業を取っておくと非常に良いと思いますので、そういうこともありますし、あとはその、同じ数学の勉強をするにしても、そのまた違った先生の授業を受けることで、またいろいろ違った視点ですとか、それから知識ですとかも得ることができると思いますので、いろんな先生の授業に触れてみるといいのではないかと思います。で、あとはその復習のサイクルなんですけれども、大体その前にやった内容をまず思い出すわけですね。そうすると多分やっていく中でその新たな疑問が湧き出るかもしれません。講義を受けた時には、分かったつもりだったんだけども、もう一度自分で考え直してみたら、ちょっとここがどうなってんだろうって疑問になったとか、でそういったことを考え直すというのは非常に数学の勉強の上では大事なことだと思います。で、分からなければ質問すると。でとりあえず隣の友達から聞いて、で周りの友達に聞いて、で先生にちょっと聞きにくいなと思ったらティーチングアシスタントの人に聞くと。であるいは先生に聞いてもいいですし、あとはその、数学の教員も筑波はたくさんいますから、だから他の授業の先生でも、いいのではないかと思います。ということで、そのこの授業っていうかですね、この授業、数学の知識をものにできるかどうかは、その皆さん一人一人の積極性次第にかかっていると思います。で、まずは分からなかったら質問すると、何か行動を起こすというのが、何か変化につながるんじゃないかと思います。それからあとは資料を探すというのも多分有効な手段の一つで、皆さんは中央図書館にはもう行きました？はい。スターバックスの入った中央図書館で結構他の大学の人と話をすると羨ましがられます。実際この図書館にスターバックスが入ってるっていうのは研究会などでその同じ分野の他の大学の同僚の人たちと話をするんですけれども、筑波大の図書館にスターバックスが入っているというのはかなり話題になるみたいです。皆さんの周辺で話題になるかどうか、分かりませんけれども、スターバックス以外にも非常にこの図書館は大きい図書館でして、やっぱり国立大学の中でも非常に恵まれた蔵書量を持っております。で、あとはそうですね、皆さんご存知だと思いますが、筑波大学は日本最初の師範学校の流れを組んでいますので、そういう日本のその先生を育てる教育に関する資料でも一番最初期の古いものから揃っています。で、僕はちょっとですね、音楽が趣味で、この中央図書館の1階の古い書庫に行ってみたりするんですけれども、明治1桁年ぐらいにその当時の文部省がその音楽の指導のために作った本なんていうのが普通に開花式の書館に置かれてきて、手に取ってみたり借りたりすることもできるようになっています。ですので、もちろん皆さんにはまずこの線形代数をですね一生懸命勉強してもらえるといいんですけれども、まあ、それ以外にもいろいろ貴重な本がありますので、そういうのを見る楽しみもあるのではないかというふうに思います。ということで、ガイダンスの面はこの資料に関してはこのぐらいなんですが、ここまでで質問は何かありますでしょうか。まあ、じゃあもしですね、これから授業をこの授業の後とか、それからこれから授業を進めていく上で何か疑問点が出てきたらその都度聞いてください。一応じゃあちょっとですね、まだ少し時間が余ったので、まあもしかすると早く休みたい人もいるかもしれませんが、まあ、そんなに長くはやりませんので、じゃあ線形代数ってどんな数学って話をちょっとだけ紹介して今日は終わりにしたいと思います。でちなみにこの話は今日は資料はありませんので、まあ、基本的にこのスクリーンを見て、あとは必要のある人はメモを取りながら聞いてください。ちなみにですね、大学入る前に線形代数って名前聞いた人どのぐらいいますか？ちょっといる。はい。ちなみに行列を勉強した人はどのぐらいいますか？行列はほとんどの人やってますね。はい、わかりました。実はこの線形代数というのは、行列を中心にした、数学です。で、皆さん、高校ではその行列の計算ですとか、それから座標変換などということもちょっとはやってきたかもしれません。で、実はその行列に至るには、いろいろな人がですね、大昔からいろいろなその知識やそれから思考の積み重ねがありました。でまず最初に、左上にあります連立一次方程式の求解っていう部分なんですけれども、連立一次方程式っていうのは多分皆さん中学以来何度も解いているのではないかと思います。実は人類がですね、どのぐらい昔から連立一次方程式を解いてたと思いますか？大体そうですね。実はですね、いや僕も今回初めて、調べてみたんですが、もちろんですね、西暦千何百何十何年とか特定できないんですけれども、少なくとも紀元前1000年よりも昔からです。ですので、今から3000年以上昔から人類は連立方程式を解こうといろいろ頑張ってきました。でその頑張ってきた解き方、頑張って編み出した解き方というのも、その昔の数学書に残っているそうです。ですので、この線形代数の一つの走りというのは、もうほとんど数学の歴史と同じぐらい昔からあります。でそれから、その他にはですね、他の分野の数学を研究していく中で、この一次変換というもののその重ね合わせが、実はそのあるものの積で表されるのではないかと、そういうことを見つけた人たちもいまして、それがだんだん行列というアイデアにつながってきたという流れもあります。それからまた別のところでは連立方程式を解くときにその変数をいくつか消すわけですね。もちろん連立一次方程式もそうなんですけれども、連立で一次よりも次数の大きい方程式を解こうとした人もたくさんいまして、その中でその変数を消すのにその行列式が有効であるということに気がついた人もいました。で特に日本ではこの関孝和という数学者がいまして、でヨーロッパではライプニッツという、これもよく知られた数学者がいまして、でこの関孝和ともライプニッツと同じぐらいの時期に世界で多分一番最初にその行列式を発見したというふうに言われています。そういった流れも行列の概念につながっていったりしています。それからあとはそうですね、1700年代から1800年代にかけてその解析学が発展して、で自然界のいろいろな問題をその微分方程式を立てて解くようになった、そういう研究もたくさんやられましたけれども、その中でその方程式、連立した微分方程式を解くときに現れるその固有値とか固有ベクトルというなんかそういった量がですね、だんだん注目され始めまして、でそれもだんだん行列に結びついてきたと。ということでそのまあ大体その人類の数学の歴史とほぼ同時に始まって、こういくつかの概念から次第にこれ行列っていうのを使っていろいろ考えるとうまくいくということが分かってきました。ただこの線形代数として今我々が勉強するような概念にまでまとまったのは大体20世紀に入ってからだと言われています。ですのでこの線形代数がその大学のですねそのまあ1年の数学の授業で教えられるようになったのはそんなに昔ではなくて、そんなに昔でも100年昔ではなくって、まあ、せいぜい4、50年前からということだそうです。で、この流れを見ていますと、そのまあいろいろな分野でいろいろな問題を解いていたのが、だんだんその行列を核にした理論にだんだん抽象化されていったというふうにこう見ることができると思います。で、数学というのはまあ、最初はですね最初からこう皆さんがこう勉強するような教科書の理論が出来上がっているわけではありません。大体最初はみんなこう自然を見て問題を思いつくか分からないんですけれども、例えばリンゴが落ちるのを見てこうニュートンが考えたとかですね、あるいはその誰かがこういうことはどうして起こるんだろうかっていう不思議に思ったそのところからこうだんだん問題を考え始めるわけですね。でその時は非常に具体的なで場合によってはそのいろいろまとまりもなかったり、それからいろいろ言葉もなかったり、それから条件があまり詳しく記述されていなかったりといったそういう大雑把なものからゴニョ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 こういろいろ数学その問題を解こうと考えていく中で、だんだんそのいろんな人がこう数学を作っていく中で概念がや定義がこう整備されていくと。でそれで抽象的なこうものが形作られるわけですね。で数学っていうのはそういうまあ抽象的なものをまあだんだんこうにまとめていくという流れがまああるんですけれども、そういう抽象的なものにまとめると何が面白いかっていうのが問題なんですよね。で何がいいかっていうとその今度はいろいろな問題にこう適応することができるようになるというか、抽象的になったからこそいろいろな新しく降ってくる問題にですねそれを使えるようになるという特徴があります。皆さんですね多分小学校中学校高校の算数数学の授業では特にその高校などではいろいろな計算とかですねそういった技術を腕を磨いてきたと磨くことが中心だったと思いますので、こういうその道具を抽象化するっていうことをにあまり馴染みがないなと思っているかもしれません。しかし考えてみますとその小学校の1年生の最初の算数の時間に皆さんどんなことやったか覚えているでしょうか。実は僕もほぼ忘れてしまったんですが僕の娘が今小学校2年生ですので去年小学校に入りまして、でこう算数の勉強を見ていく中でっていろいろ思い出してきたんですけれども、例えば小学校の1年生の算数で最初にやることっていうのは数を数えるってことをやりますよね。例えば魚が5匹とかクレヨンが5本とかそれからバナナが3本とかなんか食べ物系にいっちゃいそうですけれども、でそういったですねもともと子どもは多分そのあるもの具体的なものを見て数を数えたと思うんですよね。でそれがだんだん何でしょう3匹とか5本とかあと2個とかっていう概念っていうのはそのものに依存しているわけじゃなくって。それ自体がこのある一つの概念を形作っているっていうことにこう大昔の人々も気づいてきたと。それが多分その数っていう概念にたどり着いたと思うんですけれども、だからそういう意味においては多分皆さんはこの生涯人生においてその数学の勉強の最初のステップでこの道具の抽象化っていうのを経験してきたのではないかというふうに思えるわけです。で、まあその後中学や高校ではいろいろな計算の手法を習うことが中心だったと思いますので、そういう場から遠ざかっていったかもしれませんけれども、その大学に入ってですね、まあ、ちょっとギャップはあるかもしれませんが、その大学の数学というのはある意味この抽象化された道具を学ぶことかなというふうに思います。で、多分多くの人ははいきなりこの抽象化された道具を渡されてですね、あらこれを調べろとか行列なんとかを解きなさいとかって言われてかなり戸惑うかもしれません。でただ最初戸惑うかもしれないんですけれども、まあ、だんだん慣れてくるとその道具もこう扱えるようになってくるのではないかと思います。で今度はその道具をですね使いこなすっていうのは大事な場面になるわけですね。でその抽象化された道具を使いこなすことでこう社会というか世の中にあるいろいろな問題を解けるようになると。多分形は違うと思いますが、これから皆さんが学ぶ化学ケミストリーもそういう側面というのはあるのではないかというふうに思います。でちなみに、線形代数がですねその抽象性を獲得して今どのように使われているか皆さんご存知でしょうか。実は皆さんが日々生活している中のほとんどの場面でこの線形代数が活躍しています。で例えば、左上にある、コンパクトディスクはこう皆さんもう使わない世代なのかもしれないですけど、まあ、今だったらブルーレイで映画を見るのはまだやりますかね多分ね。でこういったディスクですね、デジタルの音楽なんかですとこれ符号理論によってデジタル信号をですね扱いますので、そういった中で例えばそのデジタル信号を記録したり、あるいは信号を送ったり通信で送ったりとかする上でその誤りを途中でこう誤りが起きたりするわけですね。0のビットが1になったりとかで、それをきちんと訂正しないと元の情報を再現できないんですけれども、そういった元の情報をちゃんと再現するための理論にも線形代数が使われたりしています。でそれから、右上にある、コンピュータグラフィックスって少しいかめしく書きましたが、要はゲームですよね。多分皆さんもよく遊ぶと思いますが、ゲームのグラフィックスっていうのは、線形代数ですね。それからあと左下にあります通知予報と何かっていうと、これは気象予報ですね。天気予報です。明日の天気、1週間の天気、もしくは台風の進路を知るという計算も実は線形代数を使ってやっています。であとは、ちょっと変わったところではこのウェブページのランク付けっていうのがあって、これはどういう話かというと、皆さんウェブページの検索サイトというのは使ったことがありますよね。Google ですとか Yahoo ですとかあると思います。でその際に検索結果として現れてくるいろんなウェブページがあるんですが、あれがですねなるべく皆さんが探したいキーワードもしくはジャンルにと関連が深いものが上位に現れるようになっていると思います。実は技術に線形代数が使われています。でその辺の話は実は僕のホームページからたどるとですね、僕の他の授業でこのウェブページのランク付けの講義を行ったビデオなどもありますので、興味のある人は見てみてください。ちなみにここにあるコンピューターの写真は何かと言いますと、これセルンっていうヨーロッパの原子核物理の研究所ですねにあります、これ世界で最初のワールドワイドウェブサーバーのコンピューターだそうです。ワールドワイドウェブの技術というのはセルンの研究者の人が最初に発明したものなんですが、その最初のサーバーが展示されているそうで、その写真がありました。ということで、あとはそうですね昔ですと中学校でやったのは幾何学が数学的な思考のトレーニングの題材だったと思いますが、そういう意味では今はその線形代数を勉強することでその論理的な思考のトレーニングもできるのではないかというふうに思います。ということで、最後の A はですねその、なんかそのこれから数学の大きな地図の中にこう皆さん歩いていくわけですがワクワクするかドキドキするか、ちょっと憂鬱かもしれませんけれども、こういった数学を世界にこれから、歩いていきましょうということで、これはちょっとなんかいい地図がないかなと思っていたらちょうどこういうですね中世のヨーロッパみたいなのの数学版っていう地図を作った人がいらっしゃったのでちょっとその図を借りてきましたけれども、こういった数学の世界の中でですねまた線形代数の世界をこう見ていきたいというふうに思いますので、ぜひ皆さんこれから何ヶ月かの間でしたけれども、一緒に勉強していければなというふうに思います。はい、ということで何か質問ありますか？はい、じゃあちょうど時間で良いですので、じゃあまた来週から今度は黒板にチョークで授業を始めたいと思います。またよろしくお願いします。じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。